はい、速稼塾の久保でございます。そうなんですよね、肉体はね、衰えていくんですよ、老化するんですよ。ある程度鍛えることはできるんですけども、それもですね、10代のあたりから徐々に鍛えていかないと、40代とか50代で鍛えたっていきなり、体力を増進させることはできないんですよね。やっぱりね、10代ぐらいから成長期にしっかりと骨と骨格、同じですね筋肉を作っていく、そのベースがあるからこそ、40代でいきなり始めても筋肉の回復が早かったりとかね、骨が強化されているから骨折しにくかったり、折れてもすぐ治るみたいなね、形になるんではないかなと思いますよね。で、脳ってのは使えば使うほど進化していくんですよ。これはね、途中からでも OK です。脳ってのは30代だろうが40代だろうが、途中で使うことをやめなければね、始めればどんどん進化するんですよ。ただ脳を使ってるつもりで使ってない現象がかなり多いのかなというところはあります。じゃあ脳を使うってどうすることかっていうと、人に物を伝えるってことですよね。別に YouTube じゃなくてもいいんですよ。人前で何かを話すとか、誰かに何かを伝えるとか。で、伝わったら進化してるってことです。伝わらなければ誤解を生んでるってことは進化してないってことなんですよね。それで、全てね、解釈が成り立っていきます。人に物を伝えるのが上手な人っていうのは、60代になっても70代になっても80代になっても人に物を伝えてます。それこそね、一語一句変わらない言葉を使って、同じことを何回も何回もしつこいぐらい言って、しつこく言い過ぎて嫌われるぐらい本当にね、アウトプットするんですよ。で、無言の人っていうのはだんだん、話す伝えるっていう、そういう風なね、機能が衰えていって、しかも話す伝えることを意識してないから、自分の脳で話す前の考えるっていう内容もどんどん衰えていくんではないかなという風に思いますよね。すごいですね。で、時間を見つけるためには何をすればいいか、もしくは時間を作るためには何をすればいいかっていうのは答えがあるんですよ。私なりの答えなんですけども、時間を作ろうと思ったら、断る力をね、身につけることなんですよ。やりませんとか聞きませんとかね、見ませんとかっていうね、一見相手の方を拒絶するような言葉ですけども、これ選択の結果の一つの結論なんで、遠慮なくそれは突きつけていいんではないかなと思いますね。もちろん言い方はありますよ。新しいビジネスの話があるんだけどって言われたら、あ、仕事にしたくないんですよと、会員登録書1枚も書きたくないんですけどもみたいな、そういう形で相手の、気合をくじくっていう点もあるんですけども、あまりいやらしい言い方したらね、人間性を疑われてうまくいかないんで、ちゃんと断り方っていうのはあるんですけども、とにかくね、付き合いでなんとかするっていうのも、ちょっとね、限度を作っていかないといけないですよね。もちろん付き合いでやるっていうのも、ある意味ね、人間関係を保つためには十分大事なんですけども、ただ時間がない人が付き合いをするっていうのはね、まさに避けるべきかなと思います。むしろ人に付き合わせるぐらいの気持ちでないと、なかなかね、自分の時間っていうのは確保できないんではないかなと思いますよね。だから断る力ね、断ればいいんではないかなと思いますよね。多くの方っていうのは、時間が欲しい、お金が欲しいって言って、時間がなくなってお金がなくなること、もしくは長い間続けてもお金になる見通しの立たないものを一生懸命優先的にやってしまうんですよね。昨日どっかの勉強会でね、大事なことで急ぐことみたいなね、4つのマトリックスのことをやってて、あ、懐かしいなと思ったんですけども、ああいう勉強が必要なぐらい、どうでもいいことを真っ先にやってしまうんですよね。で、重要でもないことを真っ先にやってしまうんですよ。だからこそああいう4つのマトリックスがいるんですよね。緊急性があって重要なことをまずやりましょうとかね、緊急性があって大事でないことはその後ですよみたいなことがあって、緊急性もないし大事もないことは一番後ですよって言うんですけども、緊急性もないのに大事でもないことをやるんですよ。例えばこれは誰かの仕事を手伝うってことですよね。誰かの仕事を手伝ったからって言って何もいいことないんですよ。なのにそれをやってしまうんですよね。それはもうすでにですね、こういうことをやっておくとそれが種まきになっていつか恩返ししてもらえるかもしれないっていう打算的な付き合い方なんですよね。だからそれはね、やるべきではないかなと思いますよね。で、その他、居酒屋タイムっていうのがあるんですよ。今日のね、まとめになってきてますけども、居酒屋タイムって何かっていうと、最近は二次会とか三次会、もしくは飲み会自体に来ない人って多いらしいですよね。じゃあ以前はもう朝まで飲むみたいな、習慣がねずっとあった時ってどうだったんですかね。あの時間っていうのはどこ行ったんでしょうか。朝まで飲んでもちゃんと仕事を成り立たして営業を取ってきて、次の日はちゃんと勤務できて家庭も守ってみたいなね方が、ちょっと前の世代にいましたけども、今飲みの時間がスポーンとね自由な時間になったのに、なのに時間ないんですかということなんですよ。飲み会、一次会ってのは2時間ぐらいありますよね。2次会行ったらさらに2時間とかですよね。3次会とか行ったらね、もうあとプラス2時間とかで、6時間ぐらいがずっと以前はね失われていたんですよ、多くの労働者の中から。で、今は飲みの付き合いがないとかね、
飲みニケーションがないとか居酒屋が流行ってないとかいう現状を見ると、その昔居酒屋タイムと言われてたみんなで集まって管を巻くとかね、なんかこう会社の悪口を言うとか上司と関係作るみたいなね、そんな2時間4時間6時間っていうのが今はそこをスポーンと抜けてるわけじゃないですか。じゃあその時間ってどこに行ってるの？忙しいから居酒屋来ない、それはいいんですよ。じゃあ何に忙しいかなと、自由な時間を作るために忙しいのか、お金を作るために忙しいのか、なんか分かんないけど時間ってすりつぶれていくんではないかなと思うんですよ。例えばね、3時間後に何かあるなと思ったら、何か1個2個用事を済まして3時間後を迎えるんじゃなくて、うわーもうすぐあれかーと、3時間経ったらあれがあるかーって悶々としながら3時間ってのをすりつぶしていってるんではないかなと思うんですよ。でその時にスマホを見るとなんかね、メールが来てたりとか LINE が来てたりとか、意味のない掲示板見に行ったりとか、いろいろ気になるものが手元にあるんですよね。だからこそそこに気を取られて行ってしまって、で3時間後の用事ができた時に、それまでに使った時間ってのは何だったんだろうかみたいな感じになってしまうね。そこに、まあ、スマホアプリとかもあるでしょうし、確かにスマホアプリの普及率ってのは異常なんですよ。もうだって1000万ダウンロードってことは、1000万人がそのアプリをまずダウンロードするって時間を取りますよね。でダウンロードする前にその情報にタッチするって時間を使ってますよね。プラスそのアプリを律儀に毎日5分なり10分なりやってしまうんですよね。人によっては30分とか1時間やるかもしれませんけど、そうなったら人類全体で失われてる意味のない時間っていうのはどのぐらいあるのかなって考えたら、なんかすごいですよ。ピラミッドがもう一個立つぐらいの勢いじゃないかなと思うんですよね。だから結構時間っていうのはあると思うんですよ。これをやって何になるのかなっていうふうにしたたかに考えていくと、結構やらないでいいものとやるべきことっていうのが色分けされていくんではないかなと思いますよね。もちろん人間っていうのは必要なことだけやってってもまたね面白くないんで、無駄なこともやりたいとかね、その瞬間自分の気持ちが売れるものにちょっと気を取られてみたいっていうのもあるわけなんですよ。だからね、特に、目的がなければいいんではないかなと思いますけども、ここで言うのはね、時間がないっていう人が時間を潰すための行動をわざわざねやってることについて気づいていって、それをやめましょうってことなんですけどもね。